イギリスのビクトリア朝、エドワード・朝風のテラスハウスメルボールンのテラスハウスイギリスのオックスフォードシャーにある第二次大戦後作られたテラスハウス建設用語のテラスハウスとは境界壁を共有する複数の小建て住宅が連続している形式の低層集合住宅。アメリカ合衆国ではタウンハウスやローハウスと呼ばれることが多い。世界各地に類似の建築が見られるが、 特に16世紀以降のヨーロッパで建設されるようになり南米や北米、オーストラリアなどにも広がった。産業革命以降、都市部の労働者階級向けの廉価住宅として大量に建設された。アパートメントのように上層階に住居が積み上がることはなく横につながっているだけなので通常2階か3階建てである。 オーストラリアのゴールドラッシュの時代には、シドニーやメルボルンにレンガ作りのテラスハウスが大量に建設された。通常、道路側に小さな前提、裏側にやや大きめの裏庭がついている。現在では、これらは比較的都心に近いインナーシティと呼ばれる地域に位置しており、交通の便が良いので、築100年を超えるような古い物件でも高額で取引されることが多い。 ロンドンのリージェンツパークの外周に立ち並ぶテラスハウスは超高級仕様で知られている。これらは19世紀前半に建設されたもので、設計はジョンナシュをはじめとする当時の一流の建築家が手がけた。日本では1958年に日本住宅公団が建設した分譲住宅で東京都杉並区成田東にある公団朝ヶ谷住宅が有名である。 倉庫数350戸のうち、地上2階建てのテラスハウスが232戸ある。この232戸のうち174戸の設計を、前川国夫が手掛けたことで知られたが、老朽化により2013年に解体されている。その後も、多摩ニュータウンでは、1970年代以降、住宅の量から質への転換が求められたことにより、 低層のテラスハウスが落合地区などに建設された。当時社会現象を起こしたドラマ金曜日の妻たちへでは主人公たちの住まいとして登場しそれまであまり馴染みの少なかった住宅スタイルは大変な人気となった。しかし家同士が繋がっているため改修などの費用がかさみ個数が少ないため修繕費も高額であるなど非効率な部分が多く 高層マンションの普及によって、その後開発されたニュータウンでは建設されなくなった。一方、個人宅の賃貸物件への転用といった小規模案件では、21世紀に入ると、人口動態的にも住宅は、供給過剰傾向に陥り始め、賃貸住宅の高付加価値化の趨勢を受けて、従来ならアパートとすることが多かった小規模物件を、 テラスハウス形式とすることが増えてきている。ありがとうございます。